ハマ。いいハマ。こんばんは、お越しくださいました。ありがとうございます。タップっていうのは珍しいと思うので、なかなかないタイプだと思って、ここで3ヶ月に1回やっております。で、一応メンバー紹介しておきます。向井正幸。いや、そうタップ。どうぞ、また。どうぞ、どうぞ。佐藤道隆オンベース、佐藤義雄がピアノをお送りします。まずタップを聴いていただきましょう。まずこういうことなんですね。そういうことあの足の先の方とかかとにあのこうこんなリアサルなかったですけど羽がついてるので、はい、結構ですこれで、まあ、鳴ってるということですね。前とこう前と後ろでね、こうコントロールされてたって。で大体は口で、はい、口で鳴らうの口で。いや出せた長いから見た真似しろみたいな。ああとはまあ、ね、あの言葉で言葉で、ね、これあのシャッフルっていうんですけど、バッて、うん、曲って見て覚えるですね、うん、はい、蹴って引いておいて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 、それとまあいろいろ覚えているので、うん、これ覚えたら要は見たらこれやったらこれだってわかるじゃない、うんうん、で、いくつかがボキャブラリー増えてきて、なるほど、それでいろいろまあ見ればあってわかるようになってくるという感じですかね。でもそんな感じでね、ちょっと分析しながら見てると面白いな最初の曲は、向井がタップやってもらって、Life Someone in Love という曲で、次に阿部がタップでオレオという曲をやりたいと思います。
します。Thank you.
ではちょっと、タップがお休みで、ベースとピアノのデュオということでね、まずボディ&ソウルという曲、それからグリーンドルフィン、女グリーンドルフィン一人で。Thank you.
最後キュートという曲をやりたいと思います。そうそう、お客さんに向けて東京ドームの向こう側に、こっちは音だよ、ありやすいけど伝わるように、お願いします。そうですね。そうですね。あ、そうだ。今時キースとか言って彼ら向かってるからガッツリと条件反射だよ、ちょっと知らない方がいいです。
ありがとうございます。向井正幸さん、畑井光隆です。ピアノタップの進学をしました。少しお休みします。いや、そんなことないです。すべてドンピシャっす。なんか少し違った気がするよね。